こんにちは、カオルンです。今日は前回のヘッドホン動画に引き続きワンオーディオさんから新しいヘッドホンいただきましたので、こちらを紹介していきたいと思います。それがこちらです。ドン、ワンオーディオさんの A30T でございます。イエイ。今回もいただいたヘッドホンですけれども、正直にいいところ悪いところ言っていきたいと思います。そしてね、最後には前回紹介したスーパー EQS1 と比較して、こういうところが強いとかこういうところが弱いんじゃないかっていうのもね、説明していきます。それではやっていこう。まずは基本スペックの紹介をしていきます。値段は6980円となっていて、前回のスーパー EQS1 と比べて約1000円ほど高くなっています。そして色はブラックのみということで、こちらは一色展開となっています。対応コーデックは SBC と AAC で変わらず、そしてノイズキャンセリングも搭載しております。前回のと比べてハイブリッドではなくフィードフォワードとなっております。こちらの用語わからないよという方がいらっしゃいましたら、ぜひね、前回の動画チェックしてほしいんですけれども、簡単に言うとハイブリッドというのはメインとサブ2つのノイズキャンセリングがあったのに対して、今回のはね、メイン1つという感じでございます。次に連続再生時間が25時間ノイキャンありで15時間となっていて、前回と比較して短くなっております。そしてレベルアップしたのが充電ケーブルがタイプ C になりました。そのおかげでね、かなり急速充電が可能となっております。そしてマルチポイントに対応しているということで、テレワークをねしている方にとってはね、パソコンをねつなぎながら携帯にもつなぐことができるということで、もしねパソコンを使っていて、スマホに電話がかかってきたら、そちらもね反応してくれるという感じになっております。あとはね、有線接続も可能ということで、こちらは前と変わっていないです。はい、ズームして見ていきましょう。まずね、全体ですね、だいぶごつくなっております。なんかこうおしゃれっていうよりは、かなりねメカニックなねデザインとなっておりますので、男性の方がね使うのがいいのかなと思います。両端はですね、なんかこう CD のね円盤的なね、そういう形をしていますね。そしてね、可動域はねかなり広くて、だいぶね内側に曲げてね、さらにねこう上向きにしたりとか、こんな感じができます。そして何よりも良かったのがこのイヤーパッドですね。とってとてもね、もちもちしていてかなり気持ちいいので、長時間つけていてね、全然いける気がします。ボタンはですね、押しボタン式となっておりまして、こちら辺がね電源をつけたりね、音楽を停止再生したりとか、音量を変えるところ、右側がねノイズキャンセリングのスイッチになっております。あとは有線ケーブルをつけるためのジャックと、こちらね USB タイプ C を挿す端子の穴になっております。あとね、付属品といたしましては、有線接続をするためのケーブル、あとは充電タイプ C のケーブル、そしてね、飛行機で使うためのジャックもついております。さらにヘッドホンをしまうためのケースもついております。ケースはこんな感じのデザインになっています。はい、つけてみるとこんな感じですね。見た目がね、かなりごつくて、ちょっとね、おしゃれとは言えないんですけれども、つけてる感じはね、かなりイヤーパッドがもちもちしていて、長時間つけられる感じがしています。長い時間ね、音楽を聴く人はね、おすすめかなと思います。そしてヘッドホンで一番大切な音質、こちらもチェックしていったんですけれども、結論、全体的に違和感もなくて、低音から高音にかけて、まんべんなく聴くことができました。ただね、ここがめちゃめちゃ突出しているっていうね、音ではなかったので、他で人気なソニーさんだったりとか、ボーズさんのヘッドホンと比べると、まあね、少し勝負するのは難しいかなと思いました。次にノイズキャンセリングなんですけれども、こちらはですね、聞いているか聞いてないかがね、よくわかりませんでした。そしてノイキャンをね、つけている時になぜかね、外音取り込む機能のような、周りの音が少し入ってくるような音がしたのでね、こちらはね、ノイズキャンセリングがね、あるっていう前提で買わない方がいいかなと思います。まずは今回の A30。こちらはね、とにかく長時間音楽を聴きたいという方におすすめでございます。音質はフラットで聞きやすいですし、イヤーパッドはもちもちしているので、長時間つけてても疲れにくいです。次に前回のスーパー EQS1 は、ハイブリッドノイズキャンセリングでかなり強力なので、こちらでね、十分体験していただけるかと思います。そして見た目を気にする人ですね。こちらね、丸みを帯びていてね、色味もいい感じですので、つけていておしゃれかと思います。はい、ということで今回は前回に引き続きワンオーディオさんのヘッドホン A30 を紹介していきました。音質は前回のこもっていた感じからね、かなり改善されてフラットになって良かったと思います。ただね、今話題のねノイズキャンセリングがこちらがねあまり体験できなかったので、こちらに関してはね前回の方をね体験してみるといいかと思います。皆さん誰でもかなり手を出しやすいヘッドホンかと思います。
ぜひね、気になったよと思っている方いらっしゃいましたら、下の方にリンクを貼っておくので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、今回もカオルの動画ご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画面白かったよ、楽しかったよ、役に立ったよと思ってくれた方、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録者1000人を目標に頑張っていますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイビー。